おはようございます。今日の話は大人の寓話という西澤康雄さんの本の中から相手を笑わせる練習という話です。誰だって四六時中不機嫌な顔をしている人よりも明るくてユーモアがあり自分を笑わせてくれる人と一緒にいたいでしょう。もちろんエアジギャグの連発は愛想笑いが大変ですが、心から笑えるような面白い人ならそれだけで好きになってしまいます。ユーモアという人間関係の潤滑油は常に意識したいところ。相手を笑わせる練習になる意外な場面があるんですが、それはレストランや居酒屋などでオーダーをするときです。客と店員という絶妙な距離にある赤の他人を一瞬で笑わせるのです。私の知人の社長さんは飲食店ではいつもあのテーブルにまた行きたいと店員が思ってくれるような客になろうと意識し、オーダー時にちょっとしたユーモアを入れるように心がけているとか、その社長さんによればプライベートであっても常に相手を楽しませているオーラを身にまとっていることがビジネスでも自然と良い仕事の依頼を運んできてくれるとのこと。そういえばエッセイストの阿川佐和子さんは初めて行くレストランで苦手な食材はありますかと質問されると、いつもこういうのだとか、ラクダのつま先と象の鼻は苦手です。阿川さんがこう答えるとお店の人は大概がプッと吹き出して場が和むと思うと。ちなみに阿川さんは2つとも実際に食べてことがあって本当に苦手だそうです。笑いが持つ力を象徴するエピソードですね。人は自分のことを笑わせてくれる相手を好きになる。人に好かれる人は人を楽しませることに徹している人。そういう人は傍から見ているといつも上機嫌に見えます。反対に自分の楽しみだけを考えている自己中心的な人は周りから見ると気難しくて不機嫌そうに見えます。笑うという上機嫌は肯定であり、笑わないという不機嫌は否定です。周りの人を否定する人には人は寄りつかない。そして我々は道を聞くときでも笑っている人や機嫌のいい人を探します。笑いが人を引き寄せるからです。人を笑わせると自分も明るくなって笑顔になります。人を笑わせることで自分もパワーをもらえるからです。その逆に人を怒ったりするとテンションが落ちパワーがなくなります。相手を笑わせる練習を重ね、どんな時も人を楽しませ笑わせる人でありたい。じゃあ今日これで。